苦情に来てます、例のね地下トンネル向かいます。商店街長かったね。突き抜けるとあのエレベーターがあります。9時から夜中の0時まで動いてるんだ。ここに来たぞ。でこれは今日終着点じゃなくてさらに港の方へ向かいます。出川駅です。ここは通過、この辺だったらただで、あ、置けねえや、ダメだ、自転車も有料、あ、ダメだね。バイク置き場だ。3時間まで無料、150円、あ、500円だ、バイク500円って書いてある、500円。バイク500円だったら電車で来ても同じだぜ。あ、すごい、ジェットコースター同じだぜ。ユニバーサルです来たぜ、USJ。知りたかったのが、ここの駐輪場、無料駐輪場がどうなってるか、はい、こうね、ここがどうなってるか見たかった。あ、いけるね、いけるいける。ただ125はダメなんですよ、 50cc までで。ああ、無料無料、完全に無料だ。でもさすがにピンクナンバーはいない、見てないから大丈夫なんじゃないかな。バイクダメって書いてないよな、いけんじゃねえの。あの家からだいたい30分ぐらいですね。ユニバ到着しました。じゃあ引き返そう。ユニバです。さあまた明日も来よう。職員さんに聞いたら 50cc 以下じゃないとダメだってことですね。はい、残念でした。500円だそうです。それだったら電車で来た方がいいな。その方がいろいろショッピングセンターもあるし、お土産買えていいんじゃないかな。バイクで来たらね、お土産コーナーがないからね。帰ってきました。ここがですね、西九条なんですけど、安治川口までがちょっと距離ありますね。ここちょっと疲れる。はい、じゃあ帰りにソフト食べよう。買って食べよう。これがソフトクリーム100円。